は冗談で、今回はアニメ進撃の巨人に関して新しい情報が入ったということで、まあ、あのこんな感じでエレンのコスプレをして道に来てみました。まだいるかな。あのこの後ろにさっきまであのシソユミリさんもいたので、まあ、一緒にゆっくり話したいんですけど、あの今ウプルシが非常に忙しくて、この動画は短めにする予定なんでもう話しちゃいます。ということで、進撃の巨人完結編の放送日が2023年3月3日に決定しました。まあ、2021年の12月にファイナルシーズンのあのパート2が放送されて、パート2の最終話の87話人類の夜明けは2022年の4月に放送されたので、まだ1年経っていませんね。あの2023年に放送されるってことは前から公表されていたんですけど、まあ予想より早く見れそうです。まあでもちょっと驚いたのが、完結編は前編と後編の2部構成で放送されるそうです。あ、これを聞いて、1話24分のアニメを12話分放送する前編と後編があるっていう風にね、勘違いした人もいるようですが、まあ、スペシャル放送ということで前編1話と後編1話で構成されるそうです。まあスペシャル放送なんでね、多分24分のアニメを前編と後編で2回放送するんじゃなくて、まあ前編と後編それぞれ90分から120分、まあ、長くて120分くらい放送するんじゃないかなと、まあ、勝手に予想しているんですけど、何分放送されるかはまだ明らかにされていません。もし情報が公開されていたらコメント欄で教えてください。アニメや個人的に進撃の巨人が一番好きなんでね、あ、ちょっと終わってしまうのは寂しくはありますが、完結編をね楽しみにしています。もしね、進撃の巨人を一度も見たことがないけど、今この動画を見てるって人は、ぜひ完結編の前に総集編を見てください。3月3日に完結編の前編が放送されますが、特別総集編が2月25日から27日の深夜に放送されるそうです。一般的にジャンルとしてはダークファンタジーとして扱われている作品ですが、戦争を扱う作品として軍事的視点から見ても非常に完成度が高い作品だと思います。ちなみに NHK で若林さんと春日が司会をやっている100カメという密着番組があって、進撃の巨人の制作スタジオのマッパに密着してアニメ進撃の巨人の制作を取材した回が2月23日の21時30分から放送されるので、興味ある人は見てください。まああと進撃の巨人に関するニュースとしては、進撃の巨人の VR のゲームがメタクエスト向けに今作られているそうです。あの全然ね、情報が公開されてないので、どういった内容になるかっていうのはね、ほぼ分かってないんですけど、まあ、とりあえず立体治療装置で巨人を駆逐するっていう体験はできるそうです。あのゲームに関してはスマホでブレオダが出たんでね、もう他のプレス5とかスイッチとか、まあ、メタクエストも含めてそういったハードで出ないと思ってたんで、これは結構嬉しいんですけど、進撃の巨人2っていうプレステとかスイッチとかで今発売されているゲームがあるんですけど、まあ、それの続編をね、やってほしいですね。あの、ファイナルバトルっていうのが、DLC で出てきて、エレンたちが海を見るところまではストーリーとして進んだんですよ。まあでもその後のマーレ編とかを、まあ、進撃の巨人3で、できればやってほしいですね。あともう一つ願望なんですけど、もし進撃の巨人完結編にオープニングとエンディングがもしあれば、レボさんがね曲を仕上げてくれたら、まあ、かなりいい終わり方になるんじゃないかと思います。まあこの間の悪魔の子だったり、他の方がね歌う曲も非常に進撃の巨人にぴったりな曲となっているので、まあ完結編も結構ね完成度の高い曲になるんじゃないかなと思ったりします。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をお願いします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。まあ、とは言っても、今度の動画はジークじゃなくて、ズンダモンが現れると思います。